はい、どうも皆さん、お疲れ様です。ウィーニングポスト10 2024、前回からの追記ということで、新シーズンですね、始まっております。エンディの方がですね、コバ戦線入っていきまして、距離適性的に見てのと、勝ち方ですね、見た感じ、マイル戦が結構活躍できるんじゃないかなというふうに思っています。なので、今回のローテ的には、マイラーズカップ行きまして、安田記念。このローテでちょっと頑張っていこうかなというふうに思っています。さあ、引き続きね、ちょっと牧場系も頑張りながらやっていきたいなという感じですけど、ちょっとずつね、お金を貯めつつという感じですかね。このね、集団馬房をレベル2までちょっと作りたいなという気持ちがちょっとありまして。ちょっとね、重賞を狙いつつって感じですかね。ちょっと2度とも放牧出しちゃってるんで、放牧から帰ってくるまでちょっとやることがないんで、ちゃかちゃかいってますけど。あとはそうですね。エンディをどこで使うかっていうのをちょっと考えなきゃいけないですよね。で、次の週でエンディが放牧から帰ってくるので、早速シーズン状況をね、施したいなというふうに思ってます。よし。さてさてさて、かなりこういい勝ち方をしてくれるレースもあればね、結構2着で粘ってるので毎回、そこをね変えたいですよね、エンディの良さを。あとは今シーズンはちょっとクラシック先生にはちょっと、絡むことができないので、このクラシック3歳馬たちをね早く生産していきたいですけどもね。さあ、フィリーズレビューですね。フィリーズレビューですよ。ここでいい結果出せればね、桜花賞に絡めると思いますけど、どうでしょうか。8番人気ですね。4着。お、イベントだ。果たしてエンディはマイル戦で輝きを放てるのかって感じですよね。そこだと思いますね、1番はやっぱり。さあ、ヨークが誕生しました。バティアイランド。いやー、ちょっとこの3頭は期待ですよ。お、いたずら好き。いたずら好きなんですね。エンディはなんでエンディは個性が豊かなのかな、毎回今までのシリーズ毎回そうだったんですけど、なんかね、初代このね、最初のね原点からエンディは毎回癖馬なんですよねまあいい位置で粘れればエンディのね、結構直線伸び足ありますんで、まあちょっと期待したいですよね。さあ、エンディは、マイラーズカップ。エンディ11番人気ですね。まあ動きはいいので、さあここ、まあエンディ放牧明け一発目ですけど、どうでしょうか。京都競馬場日曜日の第10レース芝 1600m ハレリ大馬場ですね。マイラーズカップ読売マイラーズカップ G2 ですね。京都競馬場、本日のメインレースの発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。エンディ前に行きそうです。おお、エンディはまあ内枠ですからね。この馬エンディ、その後ろからはレッドビンク、オレンジの帽子、ワレンデッセ。エンディはまさかの花を。この集団にアリオスブラウベ、内からウィティエナジー。京都競馬場3コーナー、坂を上り、そして下っていきます。前はエンディ、外を通ってタブラルーツ、さらに外からワラクレッセ、タブラルーツ、これをいい位置につけています。後続も追い上げていきます。エンディ先頭、ワラクレッセ、その後ろタブラルーツ、後位を追走。その隣から、いやでも後ろから襲いかかってきそうだけどな。でもそんなに速いペースじゃなければ、内枠で粘り込めれば。先頭に立つのはペットビンク、外にはドーキングレリンク。いやーエディ頑張れ、粘れ。さあ先頭は今度はドーキングレリンク。結構思い切った騎乗をしてるから、いい着順に入ってもらいたいけど、いやーどうだ、先頭だドーキングレリンク、ちょっと厳しかったかな。甘えん坊って出てるんですよ。あ、長距離輸送か。そうか、エンディ長距離輸送もダメなのか。よし。さあ、種付けのシーズン。リバティアイランド、どうしようかね。タイトルホルダー。ドーデュース。あ、ドーデュースが。ああ、ドーデュースの当たり年か。リバティアイランド、ドーデュースなんて夢配合だけど。ちょっと夢配合にしようか、じゃあ。朝は、評価で言うと、ジャスタウェイ。あー、ジャスタウェイですか。シュバテソール。シュバテソールね。ベラーズールいるかな。ベラーズールで、赤い糸にはゴルシュだな。で、名称マンボには、パンサラッサかな。で、事実状況で、OK。 よし。ちょっとエンディの安田記念まで行けたら一気に行っちゃいたいですね。2番人気ですね。4着。あとはそうですね、種付けの結果がちゃんといい結果が出ることを祈りつつって感じですかね。あとはエンディが安田記念に出走できるかどうかっていうのもちょっと大事なところなんで。お、いいね。信頼度が高まったぜ。お、いいね。レベルが上がりました。おっダメだ、勝った。よしよし、やっぱり短距離だな。おお、不渋滞だ。あエンディ安田記念除外だ。除外ですか。お無事これ名馬。ラウル勝ちましたね。エンディは七夕賞ですね。これ VS ですね。まあまあ、ここで一回七夕賞でしっかりあれですね、結果を残したいですよね。なかなかね、ちょっと今シーズンは出走機会もそうですけど、まあラウラがね CBC 賞前走勝ってくれたんで、ちょっと見たかったですね。まあ夏ここでうまく短距離か。CBC 賞でしょ。短距離か。そうか、短距離か。短距離か。よし、まあ、ちょっと七夕賞まで見たらあれですね。よし、渋滞してくれた。さあラウラは2番人気。ダイジェストで見ていきましょうかね。コロニアルブライト先頭、外を通って先頭はセシルシンガー。コロニアルブライト捉えるか、前を狙うエンディラウラ先頭にセシルシンガー。残り 200m を通過して先頭を入れ替わってエンディラウラ抜けろ、抜け出せ、ほとんどない、抜け出せ。シンボリーエンディラウラよしだぜ。シンボリイブニング2着に入ったか、ワイドバランス3着です。いや、ちょっと短距離戦見事に勝ちました。ちょっと楽しみですね。高松宮記念とかあの辺いけそうな感じがするけど、よし重賞2連勝。いいですね。アイビスサマーダッシュ出走登録しちゃったけど、よしよしよし、これ出走登録消しておきましょう。でまあなんかスプリンターズステークスがあるので、そうですね、スプリンターズステークス、よし。で、放牧で、いやー、重賞いきましたね。はい、というわけで皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。ちょっと今回キリがいいのでここまでにしたいと思います。ちょっとラウラの方がね、夏の上がり馬のような感じでかなり来てるので、まあ、あとはエンティがね、一発七夕賞で、逃げてくれればいいかなという感じですけどもね、次回も楽しみ、そんな感じになってきました。というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。お疲れ様です。